これはね、60年代から小野がやっているアドカラーペインティングっていう色を加える絵画っていう、作品があるんですけれども、まあ、基本的にはその真っ白いキャンバスだったり、こういったこれは地球儀で真っ白い地球儀なんですけど、それをこうギャラリー内にこう展示しておいて、訪れた観客が、まあ、好きな色でこうそこに色を加えてもらって絵を完成させるっていう、そういうのを60年代から彼女はやってるんですね、参加型のアートとして。でそれの地球儀版なんですけれども、いや今ね、だからなんかやっぱり参加したいのね、皆さんね。でやっぱり小野のこの参加型っていうのは本当に皆さんに広く知れ渡っていて、やっぱり小野陽子の作品に自分も参加して、みんなでこうなんか一つのものを作り上げるっていうことにやっぱりを理解してくれているし、喜びを持ってねやってくれるので、そこまで書かないでよって、後の人のことも考えてよっていうぐらい止めないと書いてますよずっと。実はそのマップを使った展覧会もその前にやってるんですね。ですからまあそういったことで今回は平面じゃなくって立体的なものっていうことで、それとやっぱりすごく分かりやすいでしょ、こうなんか地球が俯瞰でこう見れるし、そこに大体自分の位置関係とか分かりますしね。小野さんはやっぱりその自分は日本に生まれたけれども、まあ、今ニューヨークに住んでて、ほとんどもう今アメリカ人になってしまったようなね、グローバルな活動をしてるんですけど、だからもしかしたら私たちはどっか別にもう一つ自分の故郷みたいなものを見つけられるかもしれない。もし自分は、私はもちろん日本に生まれてるけども、日本じゃなかったらどこに生まれたいと思ったとかね、そういうなんか絵本なんかもね書いてるんですよ。それでいつもなんかそういう地球儀だとか、そういうのは彼女は非常に身近ななんか素材としてね、自分のそばにあるので、まあ、こういったものが出てきたと思います。反対で小野がもうグレープフルーツの中にイマジンの歌詞になるようなものっていうのは全部書いてあって、それをジョン・レノンが、まあ、ビートルズがやっぱり何年かこうすごい活動していて休みもなくて疲れ切ってた頃に、もうその後自分はどこに行ったらいいんだろうっていう、やっぱりこう彼なりのこう成功した人なりの悩みの中でね、そのグレープフルーツと出会って、あ、同じような心を持った人がここにいたんだっていうので、もうすぐ恋に落ちてしまうんですよね。そうなんです。あまりにもジョン・レノンがポピュラーすぎるのでね、なんかイマジンはジョン・レノンが作って、それに小野が影響されてそういう反戦活動みたいなのをしてるんじゃないだろうかって思われてるんですけど、実は反対なんです。